皆さんこんにちは、プロテニスプレーヤーのダニエル太郎です。今年2020年のシーズンが、テニスは3月から、中止されてるんですけど、多分8月の中旬か9月の初めぐらいからまた始まるってことになって、もちろん中止されたことでは、少しがっかりなところもありましたけど、でもやっぱりこの時間で結構今まで、できなかったテクニックとかのところでの、ハードワークとかができたので、そこら辺で、シーズンが再開した時にそこを見せれればなと思います。ぜひ見ててください。よろしくお願いします。